三朝三世、ガルセスは、姫の朝、ナバラ王国の第六代国王。バスク人の民族的英雄である、初代国王、イニゴアリスタの末裔にあたる。積極的な婚姻外交によって、カスティーリャ、アラゴン、レオンと、北イベリアの多くのキリスト教国家を支配下に収め、イベリア王を名乗ったことから、大王と称される。九十二年頃に、ガルシア二世イサンチェスと。 セア博、フェルナンド・ベルムデスの娘であるヒメナ、フェルナンデスの間に生まれた。1004年に即位した、サンチョ・は、隕石関係をもとに、近隣諸国の併合を企て、手始めに1016年と1018年に、東のソブラルベとリバゴルサを併合した。次に、バルセロナ博バランゲー・ラモン一世に炎上と引き換えに、させ、すでに相続していたアラゴン領と合わせ、 東に領土を伸ばしていった。続いて、カスティーリャ博領と、レオン王国も狙いに定めた。カスティーリャ博、ガルシア・サンチェスは妻・ムニアの弟かつ幼少ということで貢献人となり、1029年に議定が暗殺されると、直ちに妻の権利を通して、カスティーリャを手中に収めた。この間、ナバラ西部のアラバビスカヤギプスコアも手に入れている。 さらに1030年頃から、義理の老いにあたるレオン王、ベルムード三世に干渉、ベルムード三世の姉さん茶と自分の次男フェルナンドと結婚させ着々と布石を固めた。そして1034年に、レオンで貴族反乱が起こると、鎮圧を名目に、レオン王、軍事占領、ベルムード三世をガリシアへ追放して、自らレオン王に収まった。 こうして東西に長い領土を支配下に入れた、サンチョ三世は、ヒスパニア皇帝を自称するまでになった。なお、古来より、バスク人が移入していたフランス南部、ガスコーニコー、サンチョギレルモとは、重慶帝同士であったので、南仏により大きな所領を持てた可能性もあった。しかしこれは1034年に、レオンの複属を優先したために果たされなかった。内政では、 ヨーロッパからクリュニー会所属の修道士を名払い将兵司教区の整備と修道院改革を推進。封建制度の導入にも尽力。ヨーロッパからの移民も奨励して、イベリア半島への物資流通と人口増加。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路に沿う街が次々とできたことで、ヨーロッパ交流と文化の伝来がもたらされ、移民で新しく作られた街が増加し、フェロによる 自治都市が発展する先駆けとなった。また、レコンキスタには熱心でなかったが、返京に、上塞網を築き、側近の貴族集団に支配を委ね防衛、封建制度を整えていった。レオン併合から翌年の1035年に死去。遺言で息子たちに領土分割したことで、王国は急速に衰退した。カスティーリャ博、サンチョガルシアの娘。 ムニアエルビラと結婚した。息子たちは以下のように父の所領を継ぐことになり、結果としてバスクジム王家がイベリアの諸貴族を従える格好になった。ありがとうございます。